ブレーメンの町楽隊、作グリム兄弟、役楠山正雄。主人持ちのロバがありました。もう長年根気よく重い袋を背中に乗せて粉引き所へ通っていました。さて、年をとってだんだん体が言うことを聞かなくなり、さすがにこの上追いつかうのが無理だと分かると、主人はここらでロバの食いぶちをやめたものかと考え出しました。ところでロバは早速に、こりゃろくなことではないと悟って逃げ出して、ブレーメンの町を目当てにとことこ出かけました。そこへ行ったら町の楽隊に雇ってもらうようにという無駄残用でした。しばらく歩くうちに、往来に一匹猟犬がだるそうに転がって口ばかり開けてはっはっはっはあえいでいるのに出会いました。それは散々野山を駆け歩いてヘトヘトになっているという様子でした。おい、スタクラ大将、何をアップアップ言っている、とロバは声をかけました。いやはや聞いてくれ、こういうわけだ、と犬は言いました。何しろ年は取る、育児がなくなる、おいらも昔の元気で猟場を駆け歩くわけにはいかない。主人はそれならいっそ叩き殺してしまうということになった。慌てて逃げ出したというわけだが、さてこの先どうしてパンにありつくか、実は考えているところだよ。ところで話だが、おいらこれからブレーメンの町へ出かけて町の楽隊に雇ってもらおうと思うんだ。どうだ、おめえ一緒にいて一番音楽で飯を食う気はないか。おいらリュートを弾くから、おめえカンカラ太鼓を叩くがいい。猟犬はうん、よかろうというので一緒に出かけました。それからあまり行かないうちに、猫が一匹往来に座り込んだまま、それこそ三日も雨を食ったような顔をしていました。やあ、どうしたい、床屋の親方、どうやらおひげの手入れどころではないという顔つきだが、とロバは言いました。命と海外というところだ、景気のいい顔もしてもいられない、何しろ年を取ってきてね、歯はバクバクになる、ネズミのやつを追いかけ回すよりか、炉端で香箱作ってゴロニャンゴロニャン喉を鳴らして痛くなるさ。そこで主人のカミさんがいっそ水にはめておしまいよと言い出した。そうされないうちに飛び出しては来たが、さていい思案はないしさ、一体どこへどういったものかとあぐねているのだよ、と猫は言いました。俺たちと仲間でブレーメンの町へ行けよ。お前さんは夜の音楽ならお手の物だろ、町の楽隊に使ってもらえるぜ、とロバは言いました。猫は早速賛成して一緒に出かけました。やがて3人組の脱走者はとある屋敷内に引っかかりました。門の上にその家の雄鶏が乗っていて、ありったけの声を振り絞って叫び立てていました。おい、骨の芯までジーンとくるような声を出すな、どうかしたのかい、とロバは言いました。なに、明日はいいお天気ですよって知らせてやっているところだよ、とオンドリは言いました。何しろ結構なお聖母様の日だ、小さいキリスト様の下着のお洗濯して干しなすった日だ、ところがその明日の日曜日にお客があると言うんで、ここのおかみさんが情け知らずにも程があら、女中の話だがね、それで明日はおいらをスープにして食べちまうってんでね、今晩早速首をちょん切られちょん切れと言いつかったとよ、だからせめて声の出せるうちにと思っておいら喉の破れるほどわめき立てているんだよ。やれやれ、なんということだよ赤月、俺たちと一緒に行くがいいよ、ブレーメンの町へ出かけるところだ、殺されて死ぬくらいなら少しは気の利いたところがどこへ行ったってあろうじゃないか、
おめえはいい声してるから仲間になって音楽を流して歩け、一発稼げるぞ」とロバは言いました。この申し出は至極おんどりの気に入りました。そこで今度は4人連れ立って出かけることになりました。ところでブレーメンまではなかなか1日では行けません。そのうち日が暮れたので森の中へ入ってそこで一晩明かすことにしました。まずロバと犬とは一本の木の下にごろりと横になりました。猫とオンドリとは木の枝の上に休みました。ところでオンドリはわざわざ梢の先まで行って泊まりましたが、これが一番の安全な場所であったのです。さて寝ようとする前、このオンドリはもう一度東西南北風の吹く方角がどこかと眺め回した時、ふと向こうにちらちらひらしいものが見えたので、仲間に声をかけて、どうしてもそう遠くないところに家があって明かりがついているらしいと言って知らせました。ロバがそこで、じゃあ俺たちここを引き払ってもっと先まで行ってみようや、どうもこの宿は上等とはいかないからと言いますと、犬もそこへ行ったら骨の一本や二本、ことによると肉の香りくらい嗅げようかと思って早速賛成しました。こういう次第で4人組はその明かりの差している方角に向かって出かけました。するうち明かりはずんずんはっきりしてきて、パーッと照り出したと思うと、そこは泥棒の家で中にはこうこうと火が灯っていました。ロバは仲間で一番の背高のんぽなので、窓のところまで行って中を覗いてみました。親方、何かあったかね、とオンドリは尋ねました。どうしてあったかどころの騒ぎじゃないぞ、とロバは答えました。ちゃんとテーブルごしらえがしてあって、結構なごちそうと飲み物が山と並んでいるよ。泥棒どもも天然にはち切れそうな顔でよろしくやっているところさ。そいつをものにしようじゃないか、とオンドリは言いました。うんうん、どうしたって割り込まなきゃな、とロバは言いました。そこでまず泥棒どもを追っ払うにはどうすればいいかと4人組の動物は相談を始めましたが、やがていい工夫が見つかりました。ロバは前足を窓に乗せることになりました。犬はロバの背中に飛び上がることにしました。猫は犬の背中によじ登ることにしました。おしまいにオンドリがバサバサと飛び上がって猫の頭の上に乗っかりました。いよいよ支度ができると 1-2-3 の合図で4人組は一斉に音楽をやり出しました。ロバはヒヒンとわめきました。犬はワンワン吠え立てました。猫はニャオンと鳴きました。鶏はコケコッコーと時を作りました。途端に窓を突き破って一同部屋の中へ飛び込みました。ガランガランガラン、音を立ててガラスは壊れました。泥棒どもはびっくり仰天、キャーと叫び声を上げて飛び上がりました。大変な怪物が飛び込んできた、そうとしか考えられません。もうすっかり怯えきって天然に頭を抱えて外の森の中へ逃げ出していきました。そこで4人組は悠々テーブルに着きました。ごちそうは残り物でも我慢することにして、それでもこれからあと4週間くらい断食をしてもいいという勢いで詰め込めるだけたらふく詰め込みました。さて4人組の楽隊仲間はお腹ができると明かりを消して、めいめいの生まれつきと好々に任せていい具合の寝床を探して休みました。ロバは外の積み越えの上に寝ました。犬は戸の陰に寝ました。猫はへっついの上で灰のぬくみを探して寝ました。
おんどりは泊まり木の代わりに屋根裏の梁の上に乗りました。何しろみんな遠道をしてきてくたびれていましたから、もう早速にぐっすり寝つきました。真夜中を過ぎた時に泥棒どもが遠くから見ますと、うちの中には明かりが灯っていず、中はひっそり感と静まり返っているようでした。どうも俺たち驚かされて逃げ出したと言われちゃ我慢できないぞ。お頭はこう言って一人手下に言いつけて様子を見にやりました。さて言いつかった手下が入ってみると、家の中はどこもひっそりしていました。そこで明かりをつけてみようと思って台所へ行きました。すると闇に光っている猫の目玉を炭火と間違えていきなりマッチを突っ込みました。ところが猫の方はお安い御用と受けてはくれず、とたけびながら顔に飛びついてめったらやたらに引っかきました。いやはや驚いたのなんの、手下の泥棒はしたたかにやられてびっくり。はい、もう裏の戸口から逃げ出そうとしますと、そこに寝ていた犬が飛び上がって向こうずねに噛みつきました。そこで庭へ駆き出して積み越えのそばを駆けようとすると、ロバが後足でしたたかに蹴飛ばしました。するとこの騒ぎで目を覚ませた面取りが梁の上からはしゃぎきって一声キケリキーと怒鳴りました。泥棒は命からがら足に任せて逃げ出してお頭のところへ帰りました。そしてこう言いました。どうもはや大変、あの家にはすごい魔物が入り込んでいて、いきなり気味悪くふーっと息をふっかけて長い指で顔を引っかきました。それから戸の前には一人男が待ち伏せていて、小刀をすねに突き立てました。庭へ出ると何とも得体の知れない真っ黒な化け物が立っていて、肛門を振るってしたたか殴りつけました。その上高いところにはちゃんと裁判官が控えていまして、さあその悪者をここへ連れてこいと怒鳴りました。いやもう散々の手いただくで枕さんも逃げてきました。それからは泥棒どもも懲りて二度と再びこの家に入ろうとしませんでした。ところでブレーメンの楽隊仲間4人組もひどくここが気に入ったので、それなりもうよそへ出ていこうとはしませんでした。さてここまで申したことはついこの間、それこそ湯気の立つほやほやの口から聞いた話ですよ。ありがとうございました。